どうもこんにちは、世界的 VIP 源英です。ソフトバンクがですね、新料金プランを発表してきましたんで、そちらのですね、情報をシェアさせていただこうと思います。面白いなと思っていて、それどういうことかというと、まあ前日ね、いろいろ報道がありました。ソフトバンクが MVNO のですね、LINE モバイルをいわゆる吸収合併して、MNO にするということですね。で、そちらのですね、サービス名が面白いのが、ソフトバンクオンラインなんですよ。しかもこちらですね、オンライン専用のプランということになっていて、オンラインとソフトバンクオンラインをかけたのかなと思ってて、個人的に勝手に面白いなと思ってて、で、こちらはですね、2021年3月からサービス開始予定ということなんですけども、ポイントは3つありまして、それどういうことかというと、ずっと変わらない低価格、これ2980円なんですよ。ずっと、しかも20ギガで、 LINE の使用はノーカウントということで、いわゆる今までの LINE モバイル使ってる人だと分かりますよね。 LINE フリーというプランありますけど、それと一緒です。そして安心の品質ということで、もうソフトバンクの同一ネットワークを使ってるので、速度に関しては問題ないっすよっていうことを言っております。そして簡単な UI UX ということで、 LINE でですね、なんか申し込むことができる。アハモもオンライン専用って言ってましたけど、ソフトバンクオンラインもオンライン専用となってます。いわゆるガッチガチにぶつけてきたっていうプランですね。で、こちらのですね、ソフトバンクオンラインももちろん 5G が使えるようになっていると、 4G、5G 共通プランになってるんですけども、5分内のですね、国内通話無料もついてます。しかも eSIM 対応しているということで、面白いなと思いましたね。で、これが嬉しいのが、もちろん MNO になってますんで、 20GB たとえ超えたとしますね、超えました、でも 1Mbps で使うことができると。まあ、僕何度も言ってますけど、 1Mbps あると普通にウェブ閲覧とか問題なくできますし、動画も低画質で普通に流せるじゃないですか。そこら辺は本当に嬉しいなと思いますね。ちなみにデータの追加も可能、1ギガあたり500円で追加することができるということですね。なんですが、まあサポートはオンラインのみということになってるんで、まあインターネットちょっと苦手だよっていう人には、まあ手の届かないかなと思うんですけども、僕らみたいにね、あ、まあ簡単ですねって思ってる人は、まあ余裕で申し込むことができると。もう それこそ LINE で手続き可能っていうのがいいですよね。なんか福岡市みたいなことやってるなって思ってて、福岡市って LINE と提携してるんですよ。なので、例えばじゃあ大型のゴミを出すときも LINE でピッてできますし、なんか行政のなんかシステムも LINE でピッてできますしみたいな感じで、めちゃくちゃ便利なね、スマートシティなんですけど、そんな感じなのかなっていうイメージです。はい、あとはね、 Y モバイルも発表がありましたんで、こちらさらっと言っておきます。で、 Y モバイルなんですけども、 4G、5G の共通プランっていうのはソフトバンクオンラインと変わらないんですね。で、プランがですね、3つあります。シンプル S、 こちらはですね、ずっと1980円 3GB 使用することができます。そしてシンプル M ですね、 10GB で2980円、シンプル L 20GB で3780円ということですね。で、これによりですね、残念ながらですね、以前発表されました Y モバイルのシンプル20っていうプランあったじゃないですか、覚えてます？こちら 20GB で4480円っていうね、プランだったんですけども、日の目を見ることなく消滅いたしました。残念ですね。はい、そしてメインでありますソフトバンクブランドですね、こちらなんですけども、 4G、5G ね、共通プランっていうのは変わりません。ギガ無制限というものが出てきましたね。その名もですね、メリハリ無制限というね、プランでございます。こちらですね、月額料金が6580円ということですね。もちろん 4G、5G データ無制限になってますからね、まあ大体このぐらいの値段になるでしょうっていうのは予測できますよね。そして割とですね、割引が適用できると、新みんな家族割っていうのがあるんですけども、こちら家族で3回線以上あれば毎月ですね、1100円引いてくれると。そしてですね、おうち割光セットっていうのがあるんですけども、こちらもですね、加入していただくとマイナス1000円なので、まとめてですね、月額4480円まで安くすることができます。さらにですね、ギガの利用量が3ギガ以下なら勝手に1500円引いてくれますよっていうね、面白いことやってるんですよ。つまりデータ通信量が月3ギガいきませんでしたと、 2. 点いくつとかになった場合はですね、そこから1500円引いてくれるんで、最大ですね2980円で月使用することができるということは、非常にですね、僕魅力的だなと思っていて、これね、大体ありがちなのが、まあ半年間限定のキャンペーンですよみたいなあるじゃないですか。じゃなくてですね、ずっと割引してくれるということで、まあ、すごいことやってんなっていう感じですね。はい、というわけで今回ですね、ソフトバンクの新料金プランに関してね、情報をシェアさせていただきましたけど、いかがでしょうか。割とですね、僕にとっては魅力的かなという感じで思ってます。僕 MVNO の LINE モバイル今契約してるんですけども、なるほどねって、 MNO になるんですねみたいな感じで、ソフトバンクオンラインっていうネーミングもなんか僕好きですしみたいな、ちょっと気になるなっていうところはあります。先般ですね、ドコモのアハモが発表されましたけども、まあそれはね、めちゃくちゃいいよって言ってる人もたくさんいました。なので、ね、
ここら辺ね、どっちがいいかっていう感じになってくると思います。残るはですね、KDDI ですね。au がですね、まあどういう風に対応していくのかっていうのが非常に見どころなのかなという感じに思ってます。まあ1月に発表するということなので、そこら辺もですね、まあチェックしていただければいいんじゃないかなと思います。非常にですね、この携帯業界ですね、料金に関してはものすごい皆さんが注目しているんで、まあ各社対応せざるを得ないという状況になっていると思うんですけども、まあ魅力的なプランがね、出てくればそこに乗り換えていただくっていうのが非常にいいのかなと思います。携帯料金のプランっていうのは競争が大事ですから、僕はあそこがいいな、私はここがいいなみたいな感じで、いろいろですね、乗り換えていただくと、まあ今までね、何年何十年使ってきたんだっていうキャリアがあるかもしれませんが、もうそういうのって正直何の意味もないので、今年はソフトバンク、来年はドコモ、au みたいな感じで、いろんなところに乗り換えていただくっていうのがおすすめです。ちなみに僕はそうやってます。はい。というわけで、まあいろいろありますけどね、ソフトバンクの新プランが発表されましたっていうお話でした。お疲れ様でした。